んにちは、フルーティストの立花正和です。今日はフルート Q&A コーナーです。メルマガや YouTube、LINE アットなどに寄せられたフルートに関する疑問や質問にお答えしていきます。それでは今日の質問です。久しぶりに練習をするとかえって指が回らなくなるとか、顔の筋肉が痛くなるとか、体力の衰えを感じることがあります。毎日少しでも練習できればいいのですが、なかなか難しいため、楽器を持たなくてもできる練習や楽器を吹く前のウォーミングアップ方法などご教授いただければ幸いです、という質問です。それでは質問に答えていきたいと思います。練習しない期間がね、こう空いてしまうと、やっぱりこうだん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 吹けなくなっていくのは、まあこれはある程度仕方ないことですね。アンブッシャーを使うこう表情筋の筋力も衰えていくし、それを使うこう頭のね、神経回路もこう使わないでいると、頭っていうのはいつもこう最適化していきますから、使わない神経をどん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 こう退化させていってしまいます。で、そんなんでこう筋力の落ちた筋肉をこう届かない回線でこう操作しようとすると、やっぱり無駄な力が入って、そこにこうまあ痛みが入るとか、そういうことはあるかもしれません。こればっかりは練習をしないでいると誰でも起こりうることで、決して年のせいではないです。だから楽器を持つ時間がないという時は、いかにこの筋力が落ちるスピードを遅くするかとか、まあこう神経回路がこう退化していくのを遅くするかということになってきます。そういう時には擬似的でもいいので、こう吹いている状態を作り出す、そしてこう吹いている時に使う筋肉やそれから神経回路をきちんとこう使ってあげるというのが、楽器を持てない時の練習方法ですね。例えばこう指をこう口の下に当てて、頭部管に見立てて、歌口に息を吹き込むつもりで、吹いてみて、こうアンブッシャーを作ってみたり、それからまあエアーフルートですね、今練習している曲の音階をこう歌いながら、それに合わせて指もゆっくりこう動かしてみるとか、そうやってフルートを吹いている状態を思い出す、これをまあ最低1日1回でもやっていれば、吹けなくなっていく速度はまあきっと遅いと思います。実際に僕もこれやったことあります。効果のほどは、まあ実際にフルートを吹いている時よりはもちろん衰えていきましたけれど、全くこれをやらなかったよりはおそらくマシに吹けたと思います。練習する前のウォーミングアップっていうのを僕はあんまりこう意識してやったことはないんですけれど、一応フルートを吹く時にはこう全身を使いますので、全身にこう意識を向けられるように、体全体を使ったこう体操をやったりとか、あとまあストレッチぐらいですか、そういうことはやったりします。あとはまあウォーミングアップというのは、まあ基礎練をちょっとやりながら徐々に調子を上げていくような感じですかね。当たり前といえば当たり前なんですが、フルートを持たずにフルート上手くなる練習方法は、僕もあったら教えてほしいというぐらいですね。以上、参考になったでしょうか。この動画ではまだまだ皆様からのフルートに関する疑問や質問にお答えしていきます。メルマガの Q&A コーナーや YouTube のコメント欄、 LINE アットなどにどんどんお寄せください。お待ちしております。ではまたお会いしましょう。それでは。毎週金曜日発行のメルマガでは YouTube 動画を先行公開しています。また有料会員だけが視聴できる特典映像も掲載しているので、興味のある方は動画説明欄のリンクから詳細をご覧ください。 Twitter や Facebook、 LINE アットのフォローもぜひお願いいたします。たくさんの登録お待ちしております。え、トマト撮ってんの？